9月13日、愛南町出身の藤原瑞希さんが清水町長を表敬訪問しました。藤原さんは青年海外協力隊員として2年間アフリカのベナン共和国で活動していました。藤原さんは大学で教員免許を取得、オセアニアのフィジーに1年間語学留学した後、ベナン共和国の小学校や幼稚園などで図工や音楽の授業を行ってきました。中学校の時に、はい、そういう国際協力の映像を見ることがありまして、その時に受けた印象がずっと大学の頃まで残ってまして、その時は憧れぐらいだったんですけど、大学に入って在家がやってる説明会に参加した時に OBOG の話を聞いて、そこで私もやりたいっていう、23で卒業しまして1年間休学してたんですけど、すごい何も考えなくて、在家に受かるためには英語が必要っていうのしか頭になくて、そのために1年間留学してまして、じゃあアメリカの方、大学の方に留学されてたんですか？もう全然フィジーっていう、はい、格安留学がありまして、そこで勉強してました。あだ名つけたりとかしないの？なんかイスラム教とキリスト教の文化があったんで、なんかイスラム教の友達とかに行くとイスラム名をもらったり、でも行くたびにコロコロ変わってたんで、一番ベナンで良かったことで、もう一個はベナンで悪かったとか、嫌だったことってことをお願いします。はい、まず一番悪かったことが、3ヶ月配属されて3ヶ月はその任地から一歩も外に出ちゃいけないっていう、そういうルールがありまして、その間はずっと一人で、初めての任地でっていう心細いっていうストレスもあったんですけど、ちょうど学校が長期休暇中で学校にも行けないっていう状況で、と学校がいざ始まりましたけど、その配属先長の所長さんと話した時に、ずっとこの3ヶ月間私が事務所で仕事をしていたものですから、瑞希の仕事は事務所みたいな感じで言われて囲まれてしまいまして、そこから自分の活動がなかなか思うようにいかないっていうのと、その配属先の人たちが全然理解してくれないっていうのですごい悩みまして、その時は本当に配属先長と喧嘩じゃないですけど、本当に言い合って、で結局私がどこどこの学校は何曜日っていうのと紙に書いて提示するっていうので、瑞希がどこの学校にいるかっていうのを明確にして、何をするのかっていうのを全て明確にするっていう約束で学校に出させてもらうことになったんですけど、それまでの経緯が本当に大変ですごい悩んでました。はい、で良かったところ、良かった点はその学校に出るまではすごい大変だったんですけど、出た後は本当に配属先長がもうずっと私の味方っていうか、何をするにも協力してくれるような優しい方だったんで、研修会を開催するにあたってすごい現地の先生に宣伝をずっとしてくれよって、それが自分一人だったらきっと先生たちすごい時間にルーズなんで、もう忘れてこなかったりとか、サボるとか時間を遅れてくるとかってあるんですけど、本当に10時ぴったりに来るとか、それプラスハサミとか段ボールとかいろいろ持ち物があったんですけど、そういうのも全て揃えてきてくれたっていうのは、やっぱりシェフ所長のおかげだなっていうのもあったり、あと自分もよかった、頑張ってよかったなっていうのがすごい思ってます。すごい達成感を感じられたのことがすごい嬉しいです。はい、なんで図工と音楽ってその2教科を選んだというか、はい、教えることになったんですか？と私の要請内容が情操教育の普及だったんで、情操教育っていうのが図工音楽体育の分野とか道徳とかも入ってくるんですけど、体育にもチャレンジしたんですけど、本当に暑い国なんで体育をしても続かないっていう、遊びで終わり、それは休み時間でも済むことだなって思ったので、それだったら手先を使う図工とか体を動かす要素を含めても音楽をしようって思って、そっちの2つで進めてみました。
図工とかどんなものを作ったりとか、どんな活動をされたんですか？子供たちに段ボールを持ってこさせて、そこからくり抜いて、あの時計を作って、その数字と、ものづくりっていうのを一緒にできるようなものとか、あとすごい想像力に、言葉は悪いんですけど欠けてる子が多くて、みんな一緒が丸っていう、同じものを描くのがいいんだっていう、だから自分の思ったことを絵にするという風な、あの本当にお絵描きなんですけど、その人と同じものを描かないっていうテーマとかにして絵を描いたり、あとそのチョークの絵の具とかも本当にないので、チョークの粉を削って絵の具作りからスタートしたりとか、そういうその本当にベナンにあるものを使ってする図工っていうのをしてました。音楽は例えば日本の、はい、曲とかもやったりしたんです、はい、すごい先生から、あの、まあ、日本人ということもあって日本の歌歌ってよってすごいリクエストされまして、その時にあのドレミの歌とか、本当にあの保育園で歌うようなカエルの歌とかをやったりして、あと幸せなら手を叩こうっていう歌がフランス語バージョンでもありまして、だからそのフランス語バージョンで歌った後に日本語バージョンで歌うっていうやり方をして、あの最後にあの最終報告会っていうのがあるんですけど、それを兼ねて音楽発表会っていうのを一つの学校でやりました。元々の小学生とかっていうのは、例えば日本だったら6歳になったら入りますとかじゃないですか、じゃないんですね。向こうは、4歳から入ります。4歳から、はい、なので4歳に合った一応教育はしてて、あの、はい、ABC っていうか、あのアルファベットをするんじゃなくて、なんだろう、はい、右左とか上下とか、そういうあの幼児教育も含めてやってました。はい、で藤原さん自身はその何年生を教えてとかっていうのはないんですか？あ、もうその何年生というよりもそのクラスの先生のやる気っていうか、はい、意欲に任せて一緒にやろうって言われたら6年生のクラスに入ることもあれば、あの3年生のクラスに入ったりとか、もういろいろですね。何歳から何歳までになるんですか？上から下までっていう、一応学校で言ったら4歳から10歳ですね。はい、留年されるっていうふうに、はい、あの聞いたんですけど、留年する理由って何なんでしょう？あのテストが、テストの点が悪いっていう、まあ他に仕事があるとかっていうわけではないんですかね、小学生で。なんかガジが、はい、例えば、まあ、もう家の仕事があるから、ね、学校にもあんまり来ないから勉強ができないっていう感じなんですか？そういう子どもたちもいるんですけど、そういう子どもたちはもう学校にすら来てなくて、はい、なので最初から学校に来てる子はペーパーテストを受けて上がっていくんですけど、その学校に来れないっていう子たちは家が忙しかったり、あとその学校までの距離がすごい遠いとかで来れないっていう子どもたちは、はい、もう教育受けてないですね。向こうの子どもたちの将来の夢って何なんですか？あ、なんかそれを聞いたら、やっぱりその公務員は高給取りだと思われなんで、本当にそういうちょっと現実的なところがあって、あの警察官とか憲兵隊とか、先生とか医者とか弁護士とかっていうのがすごいトップ5でありました。お金を稼ぎたいとかそういう感じなんですかね、はい、裕福になりたい、はい、でも大丈夫ですよ。どうなの？やっぱ学校に通えてる子どもさんっていうのはある程度その経済的に余裕がある家庭の、そうです、ね、昔は多分そうだったと思うんですけど、もうあの無料で全員行けますよっていう風にオープンになったんで、はい、そこは日本と同じなんですけど、本当にあの私新卒だったんで経験はなかったんですけど、本当に何しても喜んでくれるっていうのが一番で、子どもたちと先生の反応がすごくいいんで、授業を一緒にやった時やその研修が終わった後は本当にすごい自分自身も達成感を感じることができたのがすごいあの嬉しかったなって思います。どこ見たらいいかな